沖縄本島中部読谷村に植地流研究会新城塾はあります。新城塾では日々多くの門下生が技を習得しようと練習に励んでいます。師範の名前は新城清秀。約50年にわたり植地流の空手を極めてきました。天心昇剣植地流の大きな特徴は竜、虎、鶴などの生き物の動きを体系化したところにあります。また己の肉体を鋼のごとく強固に鍛え上げていきます。うちはですね、うちの父がまず道場の先生だということが始まりで、ちょうど10歳の時に空手を始めました。当然、家が道場ですのでね、また長男だし、先生としては教えるやっぱり義務というかね、継承するためにはやっぱり小さい時から教えておかんといかんということがあって習いましたけども、当初はあまり好きではなかった。非常に厳しくてね、世の中は非常に戦後の荒れた時代ですので、もう一歩外に出れば非常に何て言うかな、人間同士が非常にひしめげってね、非常に危ない、非常に危険な状態がたくさんあった。それでやっぱり、護身の術として身を守るだけの一つの要素として空手は必要な時代だったんですね。うちの父であり師匠である新城清雄が最初の頃は那覇の安里の方に5年間道場を開いていてね、その後那覇から移動して嘉手納のロータリー、そこに1960年に道場を開設しました。この新しい道場は読谷の本部道場はですね、嘉手納からもう6年ぐらい前にここに引っ越して、現在、当時嘉手納時代から鍛えた外人とかそういう方々がね、本国に帰っていろんなところで道場を開いて、現在約10カ国、海外にも約30ぐらいの支部道場があって、門弟からするとおそらく本部で約100名ぐらい、海外含めるとおそらく1000名近い門弟がいると思います。お願いします。右足中国伝来の三鎮の型を基本とし、構え、体さばき、心技体の基礎となる呼吸法を磨きます。俺のラは
I've been doing it ever since I was 6 years old. Now I'm 26, so 20 years. But I came to Okinawa to study the real karate. The style I've done before was wasn't the real thing. So all in all, I consider this. I met the Shinjo Sensei maybe almost 3 years ago. So I consider 3 years. Karate is a way of life. It's much, much deeper than just hitting and punching and kicking. It's a very deep philosophy, and you know, I made it my way of life. This is a long life commitment that I decided that I'm going to walk in. So it's very, very important to me. This is basically my life. コテキタエではお互いの腕と腕を直接ぶつけ鍛え上げていきます。I was interested in karate since my childhood, so I always liked to watch martial arts movies, and I always wanted to be strong. So I started doing karate when I was about 10 years old, and since then I've been doing it. And about 5 years ago, I came to Okinawa, and so since then I've been coming to this dojo and practicing karate under Shinjo Sensei. You can learn a lot of things. It's not just exercise, or it's not just about fighting. For me, sometimes people ask me, have you ever used karate in your life? So I have to answer, of course, I use it every day. It makes your life better, it makes you stronger to do your work, to live your life better. 日本文化の捉え方と、また外国人がこの日本の文化に対する捉え方、やっぱりいろいろと違うと思いますけども、一番大事なのは、その国々の文化をお互いが尊重して認めているというところで、文化の素晴らしさを感じます。国が違うとやり方も相当違う。我々が逆にそういう戦う空手を見てね、あ、これではちょっとまずいな、少し戦う姿勢からすると場合によっては負けるかもしれない。そういうものをやっぱり国々の空手の状況を見て、それに対応できるような状況はいつでも準備せんといかんなというふうに、彼らの姿勢を見てまた反省する点もいくつもありますね。賛成。あと50年先のことを考えると、やはり今自分が教わってきたもの、これやっぱり方向を正しくしっかりとね、形を変えることなくね、しっかりと教えていきたい。沖縄といえば空手、空手といえば沖縄というふうに、非常に本場の使命というか、そういうものを担っているのでね、自分が教わったもの、それは口伝で、要するに口伝えで今日まで来ているけども、やっぱりそれはもう大事な沖縄の文化ですのでね、強い空手を目指して、生きている商人として、我々がまた次の世代にもそれをバトンをタッチしなきゃいけない。そういう意味で沖縄らしい、本当に沖縄の空手を絶えず見つめて、そのことをずっと次の世代にも伝えていきたいなというものが、沖縄空手に対する愛着というか、私の信念だと思っております。